で、こうです、できました。これをじゃあちょっと焼き場に、こうです。こんな感じで、こんな感じで火を起こします。そしてですね、まだあるんです。まだある。全部溶けちゃうじゃないですか。天石割りでさ、ここ叩いてるのにこっち割れるね。からくりで。その時点でおかしいと思うよという感じなんだね。ずっと不思議だったもん。空手バカ一台とか見て。おかしいだろこれ。あとタイル屋さんもずっと張ってて、横に張ってて、こっちコンコンコンってこっちポロって取れてるよ。俺は笑ったね、あの時は。はい、はい。はい、馬も逃げていくよ、その声。クマの話で逃げていくだけ。ああ、誰ですか。ビール。ミュースペッセイだね。うん、すごい男の歌だ。懐かしいっす。俺、何取りに行こうとしたか忘れたから。廊下の始まりだね、もうね。大丈夫ですか。これさ、木のとこずれて辻なかったっけさ、こっちさっぱり割れんで、辻さどんどん埋まっていくんだけど。それが悔いというもんだね。諦めたら悔いが残るぜ。もう明日の朝までこれダジャレ合戦が続くわけですよね。あ、これはダジャレだと思ってねえからね。何なんですか、何なんですか。脳の悪あがきだからね。日常会話だもんこれ、だって。あ、本当ですか。素晴らしい。それで足折ったやつとかいっからね。あの昔なんかあの食い小口じゃ、うん、かけやで。スカッつって足に当たってさ、ポキッて。それくらいなら、いいとさ、もう一つ激烈バカって知らない？激烈バカってあのマガジンでやってるんだけどさ、あの刀持ってきて、いやー大体切ってほしい、相手に避けないでさ、うわーって自分ばっこグーッってくる。やだなーって。本当にあれだよね、あの北海道のカニ漁の漁師、あの凍る前にさ、網をとかロープ叩いてさ引き上げたやつね、上げた途端に凍るからね。それ見せなき腕になってるよ、きっと。あ、マシオ君いたんだよ、前あのその漁、はい、にさ、はい、乗せられて1ヶ月間ずっとそのロープ叩きしてたって、はい、圧力が100超えたんだって、その人。だからあの、なんだっけ、あの半身機なんでさ、はい、あの洗浄機ってウィン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 ってやるじゃないですか。あ、はい、ウィンウィンって、あれ80キロだからなんだって。あれをさ、3回までこうやって1人で上げられる人って、有名だったんだって。なんさそれ。え、憲法に出してるってことじゃないですか。違う違う違う、あれなら現場の人やねん。現場の人すげえ。あ、そうですか。うん、あれがこっちからやってるじゃん。カニ光線、そう、カニみたいだね、なんかね、はい、どうやらどこに行ってるかわかんねえんだって、その人も乗せられて。え、怖っ。借金かさんで、乗せられたんだって。で、それ乗ったら返せるからって言われて、はい、乗ったんだって。ここに1ヶ月半だが、はい、ずっと朝起きて、はい、ハンマー持って、はい、叩き方のロープをガーッと上がってくるロープをずっと叩いて、はい、で右でやったり左でやったり100超えんだって。うわー、まあそれ毎日朝起きて、それうわ朝から晩まで10時間って言ったら、もう強くなれるし金は稼げるし、いいね。全然良くないです。途中で頭おかしくなって心臓おかしくなるよね。なりますよ、そんな。絶対嫌です。そういう人いるんだ。すごいっすね。怖い。借金した人だね。借金した人。要はダメ人間が行くんだし。ダメ人間だね。でも、ダメ人間でもさ、それこなしてくんだからすごいよね。ダメでねぐらってる。ダメじゃねえよね。いや、すごいっす。だから、生き方間違ってんだよね。やり方が間違ってんだよ。なるほど。使い方がさ。杉戸なのこれ。行き過ぎか。やべ。やばいやばい。強すぎました。今燃え始めんじゃないもん。強すぎますね。うるせえなもん。これコールマス。コールマス。大丈夫、それそんなのここに置いてて NHK 来ない？NHK？ あ、パラボラ。イギリス使ってますね。
刺して炙って食べてる状態です。まだちょっと時間かかるんです。何それ。笹かまです。へえ、笹かまか。食ったことねえや、珍しいな。そんなことありますか。今、おっきい笹かまいただきました。こんなのいくつあってもいいですからね。これ、高級な笹かまじゃない、ちょっと。いや、違う違う、あの普通にサービスエリアで。ほんとだ、モントベルって書いてある。どこで、これ適当にあの刺して焼いてください。食べて食えって言ってるのに、あれさ、何もそのまま食ってる。あ、ほんとだ。俺食ってる。一番綺麗な。ほんとだ、俺食っちゃってるよ。刺して炙ってって言ってる。割り箸だから掴めるにもかかわらず、あえて刺して炙んなきゃいけないんだよ。このためのお手元なんだ。松島くんのよ。足元に置いてた、お手元。お手元なのに。足元に置いてた。あたたたたたたた。焼けねえじゃん、これ。モントベルって書いてあった。モントベル。モントベル。やった俺、まあ、誰かさ言う前にモントベルがモンベルだってこと知ってよかったよ。危なかった。新井さんのおかげだ。プータが笑われるとこだった。間違って言ってるんでね。これトゥは発音しねえんだぞって言われるとこだったよ、本当にね。よかった、恥ずかくのが新井さんで。そんなにダメージあったんですか。確認しとこうと思ったもんね、言って、あの聞いた瞬間。あれ、なんで発音しないのについてるんだろうね。あれ、ノックとかもキューついてる。あ、そう。横山。え、また古いの出てきましたよ。これも映像もいいってなんかね。ああ、なんか病気というか、なんかなってましたよ。そうです、お客さん。今何だと思う。わかんないです。ちょっと。あれだね、アントニオ猪木っぽかったさ。どっちなんだろうと思って。ね、YBD になってるんで。あ、250円です。500円です。100円しか割引なのよね。100円、はい。俺も大きく見積もっちゃったね。1600円も払ったのにね。入ってきて。俺1100円だったけど。もう手震えながら払ったよ、俺。バイクは1100円なんだって。バイクは1100円。あ、そうですね。なのにさ、数百円しか違わねえんだよ、車とさ、バイク。それもなんか、びっくりした。いやー、でもあれだね、本当におっさん3人で、なかなかキャンプなんだね。そうですね。びっくりしたよ、ここに来るのかと思ったって、3人だったんだよ。終わった時にさ、嘘だろうと思って、じゃあ俺が参加しなかったら2人なんじゃんと思って。そうです。怖ーと思って。あ、これ佐藤さん、あれいただきたい。やりたくてやってるだけなんで。今日はあの、いや、そんなやついるわけにいいじゃん。いるわけですか。そんなやつないおらんやろね。おらんやろ。本当だよ。いますよ。楽しいんです。やばいやばい。そして俺はナイフをどこにやったの。テント畳まなきゃ。テント畳まないです。畳まないです。はい、やろうと思います。今日はあのシュラスコということで、本当はこう串に刺してやるんですけど、こうバーベキュー式のシュラスコというのがありまして、それをぜひ。手洗った？大丈夫です、洗いました。ちゃんとウェッティーできちんと。大丈夫です。マスクは？あれ、フェイスマスク。なんで急に飲食店レベルの衛生をこう求めてくるんですか。でもウイルスなんかさ、あんなのだって、はい、空気中で生きられる時間ってこれ少ねえはずだね。30秒とかさ。そうですよね。そんなに意識、なんかこう気をつけすぎてもって感じもありますよね。わめ、わわわわわ、雨来てきた。ちょっとパラパラしてます。あ、やべえな、本当だ。来てる。まさかそれ風向きでかかってんじゃないの。かかってますね。かかってます。そうなんですね。今
それも炭がこう消えてしまうのかじゃないかと思って心配。そこ中に入れるの？中入れます。そうだよ。本格的に降ってきたよ。はい。ちょっと中入れましょう。ダメだこれ。松野くん飲んだ？はい。はい。飲んだ？飲んでないです。飲んでないよね。これ持ち上げないの？はい、大丈夫です。熱中症になっちゃうよ。あ、じゃあそれ、真ん中の方に。はい。入れたら間違いないと。そっちの中に入れたらどこもでもいいのこれ。あ、それはもうちょっと軍手で、はい、動かせないです。後でやります。はい。後でって火消えちゃうじゃん。水溜まっちゃうじゃねもう。おじいちゃんの膝より水溜まっちゃうよきっと。それであの水没してさ携帯やっちゃうよ。何言ってんの？膝の水で。何で水没する？何言ってんの？言ってる意味が全然わかんない。めっちゃいいよ。廃科があって、廃科があってなんぼじゃん。キャンプなんか廃科無理姫と書いてシンデレラじゃん。シンデレラ。松本くん楽しんでる？楽しいっす。イエーイ。いやいやっすか。いやそれ肉をもうすべて切ってしまって、すごいね肉が。でも肉はい今その俊吾さんに分かったよ。知ったよ。なんかこのここに乗っかってる料理でさ、ご飯必要ねえじゃんこれ。めちゃあります。あのご飯的なものはないんですけど、もし必要だったら言ってください。いらねえ。いらないですか。めちゃやる気満々できてますから。これがキャンプか。雨降ってますけど、雨の中やるキャンプなんて本当にワイルドじゃん。ワイルドですね。じゃあ俺シータル食うわ。助かるわ。シータル食ってもらうと助かるわ。あれ俺軍手どうしたっけ。あれ軍手どうしたっけ。炭を低温調理ってさ、あんまり少ない方がいいみたいだね。あ、なんかそんなのもあるよね。そんなのもありますよね。あるよね。気をつけて。ちゃんとちゃんと。気をつけて、腰入れる。腰は弱い方だから。俺は、シータラ食わなきゃいけないから。助かるわ。シータラ食ってもらって助かるわ。最高アシスト。危うくシータラを落とすとこだった。音鳴ってからでもいいの？あ、そうそうそう。音鳴ってからでいいですよ。うん。キーって最初キーキーになるけど、してしばらく乗ってても大丈夫だ。雨降ってから降った時でも大丈夫。久しぶりに乗ったりするとキーキー言うんだけどさ。あ、それはただの鳴き。うん、ブレーキの鳴きだから。で、あのゴリゴリ言うまで大丈夫だから。うん。うん、じゃあ、ここでいいんだね。そう、キーキーキーってキーって言っても大丈夫。最後ゴリゴリゴリって言ったら、うん、金属と金属がもう、ああ、そう、やばい、やばいと思うよ。そしたら交換できる。よくさ、あのバイク屋でさ、あのキーキーになってて、もうあのバリックパッド少ないから交換しますかって言ったって、あ、交換するかって言いながらさ、だってあそれで半年とか持っちゃうから。バイクしかも車ほど乗んねえしね。そう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 。なんかこっちはよく聞こえねえな。なんか言ってるよね。なんか言ってます、ね。松島君がどんどんこんだって。いやいやいや、そんなことは言ってないはずです。サトル、サトル。サトルサトルミューティレーションとか言うてる。なんだ肉だけに。なんか、どういうどうするみんな避難してさ。いや、さ いやいや俺らだけさ。なんか大災害起こったりしてくるさ。聞こえねえやつ。パッカーンって、ね、地割れしてさ。すごい災害。そう。でも、静かになって、あ、いるな、大丈夫だ。あれですよね。斧あるっすよね。斧あるね。斧あれなんて言うの？斧信じすぎじゃないですか。斧の責任重大になるよ、それ。斧も嫌がるよね。
おーノーっつってちゃんと最高だな盛り上がってるね言うとりますけれどもワイ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 言うとります皿とかどこにあるのコップとかが、はい、あーそこに出す皿も俺買ってきたんだけどさあ、そうですか大丈夫ですあの全部用意しますで、ちょっと待ってこれ焼けたのをあの一回切りますんで焼けたの切っちゃうの このまま行きますこのまま行ってもいいっすこのままフォークとナイフでフォークとナイフないっす箸しかないっすこのまま行きますかガブってそれでも全然いいそれ全然いいよそれでも俺ほんとっすかじゃあぜひワイルドな、うん、ところを買い切れるかな鼻で進むんだよね鼻から食うんだよね鼻から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 食うするんだよこれワイルドさすがにワイルドすぎるこっちの鼻から入れてこっちの鼻から出すんだからただ俺今さ干しちゃうんじゃないですか今食ってるこのチータラめちゃめちゃうめえけどこのチータラより絶対うめえんだろうなって思うよねなんかあれですねちょっとあれまたちょっとハードルがもう腹いっぱいで食えねえって言えないよねチータラでチータラどうぞどうしたの？ここに適当に置いて出してもらう。おだよ。缶はここ。これ完璧にしとかないでさ。口うるせえ。酔っぱらうぞ。これもないの。ほらほら。登ってる。口うるせえ。はいこ。はいこ。次ほら。めんどくせえいい感じです。でもそうだね、なんかぬるくなってきてるもんね、後半ね。そうなんだよ。チータラ飲んでると。チータラ飲んでるとか、まあチータラ食ってると。さすがだな。日本一。イエーイ。じゃあ日本2は誰なんだって。そんな細かそこは気にするんですよ。夏の終わり怖い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 東京特許許可局に許可局に新井さんそれを言うなら東京特許許可局言えてないっすやっぱり言えてないっす夏の終わりごまかしたよ今ダメめっちゃ汁出てきちゃったあめっちゃ汁出ちゃったこれファイヤーになってるよファイヤーファイヤーになってますあもうお皿にえファイヤーナイトファイヤーぜひぜひお皿に乗せてもらってすいませんでこれをかけてぜひ食ってくださいこれをちょっとすごいアイテムは俺今牛タンの定釜食おうとした瞬間に新井さんはそのメインディッシュをいただくのこれ鼻からするんだから今まあファイトとしか言いようがないぜひこれをですねいっぱいかけて、あの玉ねぎとトマトと、うんきゅうりとパセリを味付けしたやつです。こうブラジル料理の定番です。宝石箱だねもうねガバッとかけてガクガク食べてくださいこれこういう料理があるんだよ。そうなんです、あのブラジルのそのシュラスコをやるときにかけて食べる。俺ケバブしか知らないからさ、これ食ってさ見てぜひ佐藤さんもこれなんかものすごい降ってきたな。めっちゃ降ってきましたね。まるで今日雨でも降ってるなのよ。めっちゃ降ってます。量じゃなくて降ってる。降ってます。もうちょっとめんどくさいの肉焼いちゃいます。これさ作ったの。はい作ってます。これ切ったのこれ。切ります切ります。いいですかこれいただいて。いただきます。鼻からいっちゃいますよ俺俺は鼻からいっちゃいますよ。鼻から。私も鼻から。すごくこう切ったのこう。ちょっと待って。腕まぐりして。いただきまっすぐ。めっちゃ打ってきた。それ言った瞬間めっちゃ打ってきました。気悪いわ。天の怒りじゃないのこれ。やばいやばいやばい。やばい。めっちゃ。めちゃくちゃうまいじゃんこれ。本当ですか。うん。さあ。どう。肉がすごいうまいよこれ。本当ですか。
赤身の高級料理店だね、もうね。でもね、ブラジルでよく来るんですよ、見てる。ブラジル人じゃないの？ブラジル人じゃないです。あの群馬が、あれなんですよ。その、いっぱいブラジルの人が住んでる地域があってですね。そこでなんかこう、いろいろこう、いっぱい交流的なことやってたんですよ。じゃあこれ、家庭料理かなんかであるんですか？みんな、はい。家でバーベキューするんですよ、みんなこれです。本当はこの後細かく切るんですけど。でもこれ肉がいいからさ、はい、切らなくても食べられるのこれ。本当ですか？うん。これ初めてですよ、切んないで食う。なんだろう。いっぱいあるんで、バンバン。これ言うたらこれあれよ。歯いらないよ、もう。そんなにやらないですよ、もう。本当ですか？あ、もういらない。髪の毛もいらないよ。いや、ね。全部捨ててきたもんなって。本当だ。今まで黙ってたけどさ、うん、うまいねこれ。マジですか？うん、黙ってた。なんで黙ってんの？なんで？いやー、うまいなこれ。よかったです。そう言ってもらえる。これおかわりそっちにやるやつなのこれ。あ、そう。はい。これの元。はい、よこせや。ちっちゃいの食べるよ。大きいの取ったの。まだ今思ったのは大きい方取ったなのって。これ熱くて食えねえ。めっちゃ熱い。これめちゃめちゃうまいこれ。鼻水出てきても食っちゃうもん、これ。鼻水出てきちゃうよ、これ。うますぎて。キャンプが最高なのか、バーベキューが最高なのかって話だね。うめえね。マジですか。これ、ないよね。あと雨がやんでくれりゃもう安心です。雨これ降んねえよ。今日雨降んねえわ。降ってるし。あ、本当だ、柔らかい。ね、柔らかいですね、これ。歯いらねえよね。髪の毛もいらねえよ。あれの髪の毛はいるわ。そんな、俺どうすんのじゃん。これ何や、これ売ってんのこれ。この、はい、まだ謎な男なんだからさ。いやまだ焼けてない感じします。いや、これ生でもいけるよ、これ。本当ですか？うん。これ、肉焼いちゃうと、はい、旨味がなくなっちゃうから。レアな方がいいっていうやつですからね。知ったかきました。あ、でもおかしいのかなと思って。生で食う。今、適当なこと言いました。原始人じゃねえんだから。原始人といえばさ、あのビアトルズの歌、あれブルースだね。何でもない。そう、あれ、裸手がついてるんだよ。歌詞がわかんない。歌詞わかんない。ムッシュですよ、ムッシュ構えやつよ。あ、そう。あ、その歌ですか。うん、あ、それ、あれなんですか。ビアトルズの歌なんですか。あ、まあ言うだけだと思うね、俺。まあ、ムッシュ構えやつ自体全然好きじゃねえし。ムッシュ嫌いなの？ムッシュ、あの好きが嫌いだって言われたら大嫌いだね。マジ？全員否定だ。嘘だろ。今話の中入ってた。いや、結構来てるって。結構来てますね。まずテントを片付けた。いや大丈夫です。濡れちゃうから、テントが。やむことを祈ります。でも濡れてからもうね、畳めないね、これね。じゃあ、2、3日で、天日干しするしかねえよ。そんなに。大丈夫、俺月曜日休みだから。じゃあ、俺も月曜日休むわ。あ、そう、それ、焼けてるやつ、ください。はい。そうなんだね。めちゃうまソーセージもある。大きい、ほとんど。大きい、大きいつづる。あ、ちょっと、それもちょっとなんか、じゃあ、ちょっと。
けるやつ。あ、かけるやつ、うん、あ、なるほど。俺かけてやっぱ一つちゃうね、うん、さっぱりしていいです。肉だけでもいいんだけどさ、うん、いいよ、いいよ、しっかり。これ、かけた、あ、かけました、大丈夫。これ、料理で炙るんだ。あの、はい、もうシラスコッチ、これシラスコッチ。なんか熱くなって肉ばっかりこうね、肉肉っつって肉ばっかり食ってるイメージあるけどね。なんかこう、さっぱりこう、ちょっと冷やし中華的な要素あるよね。そうだね。うわ、これ嵐になるんじゃないか。すごいですね。これもうちょっとうめえな。ペースを上げて。うまいよね、これね。焼いてしまいましょう。これ肉がいいわ、これ。うまい。いいと、いい。いいお肉ではないんですけど。え、何すげえ、ソーセージなので。佐藤紹介、え、何すか佐藤紹介じゃないの。佐藤紹介、業務用スーパー。あ、じゃないです、じゃないです。はい、いや、もう、だから、これもブラジルの。松野くんなんかセレブだから、まあ、行かないよ。佐藤紹介。え、セレブなんだ。行きますよ。こんな肉を持ってくるやつはセレブでしたよ、うん、いや、これでも別にそんな高い肉じゃないですよ。モントベル使いやる。肉に、肉に書いてあるの。逆に怖いわ。しかも間違ってるし。間違ったの新井さんだしね。今ね、もう間違ったことをさ、なしにしようとしたんだけどさ。ないことにしようとしたんだけど。これみじん切りにしたの、これ何なんか、はい、ドレッシングはこれ、それあの塩とオリーブオイルと、うんうん、あと塩とオリーブオイル、それだけだけっすね、はい、すごいな、オリーブオイルなんてもう使ったことないよ、お前、うん、あ、あれ手が強すぎました。あ、すみません、ほんやっぱ大きいよ、飛んだ。大きいっす、ブラ。大きいっすよ。ちょっとダメなんだよ。やっぱりね、日本昔話だよ。大きいホテルとね。いけます。イエーイ。同じようにこの、あのお野菜をかけて食べてください。あれ、お野菜を。野菜。お野菜余ってけどね、まだ。はいはいはい、野菜もうまいね。熱くてかじれねえ。全然かじれねえ。肉肉めちゃ甘くなった。肉肉いただくよ。すごい、アホさんめっちゃいけますね。いけるけどさ、はい、ちっちゃくね、これちっちゃいのそれ。それ一番でかいやつ。こぼれてる、こぼれてる。ちょっとこれ焦げの味が。そうそうそう、焦げちゃいました。俺がスモークされてんだけど、これ。こう、あるあるだよね。どこに逃げても煙が追ってくる。煙が来る。あの、いい男の証拠です。ああ、そうなんだ。煙が来るのはいい男。ああ、分かってるんだね、煙は。まだどこでもみんなバーベキューしてないじゃないですね。てかそれどころじゃないじゃないですか、みんな雨で。雨なんですね。俺ら節電早かったからね。そうですね。早かったですし、ほらやっぱりさ、俺これこっちに移したっけ、これ煙こっちだよ。あ、ほらそうですね。おかしいよね。椅子が煙を呼んでます。煙だよね。多分その椅子がいい男なんだね。椅子かい。松本君、群馬なんだ。群馬カカア殿下とカラカゼだよね。あ、よくご存じで、ね、うん、ね、うん、
暑い暑いわけないだろうと思ったっけ。暑いわ食えねえだったよ。男じゃねえなのったっけ男じゃねえ本当に暑いわいやよくね、あの夫婦してさ、よく夫婦して食うやついるよね。あ、暑いのは暑いまま食うのが、あ、ですよね、粋なんだよと思ったっけ、はい、暑いわこれでも、わかります。暑いのは暑いまま食いたいですよね。よくね、あの、はい、食べるばっかりのジュースでもあれだな、YouTuber 言うよね、夫婦してさ、うん、暑いなんつってさ、いやこれソーセージうまいな。うまいっす。うまいね。かか電化とからかぜだなとりあえず今聞いたことを言ってみた。編集して自分が言ったこと、初めて言ったことですんだよ。怖ぁ、YouTuber もう根っからの YouTuber になっちゃったな昔のあんたは違ったないますね。あれ、一話で、一話ではなんとかならない。うちわでこう、頑張ってこう。ああ、この佐藤君どこ行った？気にならない。もう男だ。男塾名物って油風呂わしが男塾名物似てるにも言うてある。似てますね似てますねミルクボーイのあれでいいんじゃないかではウィンナーではないなあれ、新しい新作全部男塾だしじゃないですね。そうなの、あ、そうなんですか。全部男塾だし。俺、まだあのアムロとサブラとかできたりさ。うん。うアメの水すごいな。よく見たら。やばいですね。はい。でも、ちょっと明るくなってきました、空。なんか、やみそうな雰囲気は。こっちは閉めたんだけどさ。ダメなの。ああ。はい。大丈夫だよ、ね、俺はどうせ車でねえからいや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 めちゃふかふかにしときましたからこの空いてるところがアレさんのとこだよいや髪の毛もねえしおどこにグミブズアメキャンプ本当につらい本当につらいっす地味に聞きます。せっかくこう取ってもらってるのにめっちゃここなんか乱雑な感じ。あちゃ、一番煙がないとこで。これ取ってすぐ食えないね。無理っすね。無理っすね。でももう2個取ってくる。ちょっと置いとくからね。熱くてとてもじゃねえけど食えねえ。ちょっと雨で少しさらす、さ、冷ます感じになったお、緊張る、はい、食い物の横にすぐ緊張るシュシュシュって食べながらトッピングだからこれもトッピングの一つだ男塾名物、緊張るなんでもいいんだなんでもいいんだ